アブさん、はい、消費税って何パーセントなら日本が運営できるんですか？消費税を上げれば上げるほど景気悪化するんで、何パーセントになれば国が運営できるかということにはなりません。今単純に防衛費の増額や異次元の少子化対策、消費税にこれら充当しようとすると、ざっと 10% から 15% ぐらい上乗せになる可能性すらありますよ。一気に不況に落ち込んでいくので、安定した経済行動ができるというような状況にならないんですね。経済の安定のために消費税を上げるというのは嘘っぱちで、むしろ消費税はマイナスの効果しかないと私はそう思ってます。 0% っていうか、ありますね。 0% にして、その代わり他の税金を当て込んでいくっていうことを考えなければなりません。